台湾海峡トンネルで検討された3つのルート。台湾海峡トンネルは中国大陸と台湾を結ぶ台湾海峡の海底トンネルの計画である。中華人民共和国側では関連する評価を完了しており、実際の計画を承認しているが、技術的、政治的な問題により、現在のところ実現の可能性は極めて低い。プロジェクトが完了したとしても、 この地域で頻繁に発生する低気圧や地殻変動のため、非常に困難で費用のかかる保守と修理の問題に直面することになると見られている。中国側での現在の計画によると、各トンネルの全長は約125から1 5 0トルであり、人工島や海上橋なども併用する。一つのルートの推定コストは4000から5000億元であり、 トンネル完成後は高速道路や高速鉄道を通す計画である。1940年代には何人かの中国の学者が海峡に道路を通すことを提案していた。1987年、超伊勢京通る県ら数人の学者が中華人民共和国政府に報告書を書いた。三峡ダムのプロジェクトの後、台湾海峡と 慶州海峡のトンネルについての論証が行われ、当昌平の指示が得られた。1997年、聖火大学の後これ秋は台湾海峡にトンネルを建設するというアイデアを提案した。1998年には台湾海峡トンネル学術論証検討会がアモイで開催され、中国本土、台湾、米国の学者が参加した。その後、 工学的議論が議題になった。2008年までに論唱会議は中国で6回開催され、シンガポールと米国でも開催されている。2013年6月に中華人民共和国国務院が承認した国家航路網計画には、福建省大ラ部下県と台湾北部の新築市を結ぶ長さ 122km の海底トンネルが含まれている。 2016年3月5日、中華人民共和国国務院は、第13次五か年期がの概要草案を交付し、その中には境内高速鉄道が含まれていた。2017年には、中国工程院がトンネルの設計を完了し、2019年に実現可能性評価を完了する予定である。計画されている複製、平部下高速道路の海段階、 ソワトンネル部分は台湾海峡トンネルプロジェクトの立ち上げの前置きであると考えられる。想定される予定ルートは3つある。これまで北線のトンネル計画と中線の海上橋が議論されてきた。北線は国務院の公式計画に収めるのが比較的簡単であり、平部下では海底トンネルの入り口のための建設基地がすでに用意されている。 中戦の優先順位は北戦ほど高くないが地形的にかなりの利点があることから実現可能性研究のために提案されておりまだ技術的検証段階にある中国側の積極的な姿勢と比較して台湾側では安全保障上の懸念との政治的な対立のために中華民国の中央政府や学会メディアはトンネル計画にあまり興味を示していない この計画は純粋に計画のみである。両岸関係が変わらない限り、台湾の現状において実現の可能性は極めて低い。また、膨大な費用、未解決の技術的問題のため実行可能とは考えられていない。提案されたトンネルの延長は1 5 0トル近くであり、英仏海峡トンネルや西岸トンネルの3倍近くもある。 2016年3月6日、台湾の海峡交流基金会の顧問である、リタケシスは、両岸の政治問題により、高速鉄道建設の可能性は、非常に低いと述べた。台湾海峡トンネルの建設は、双方の間の政治的相互信頼を含み、米国は同意していない。ありがとうございます。